こんにちは、ブレッドルーム室長の福助です。今回はレーズンとくるみの赤ワインカンパーニュを作っていきます。こちらが流れですね。まず路面から、ね、作っていきます。リスドールは、まあ、純強力粉ですね。純強力粉なら何でも問題ないです。材料全部混ぜましたら、こねていきます。以前にフランスパンの時にローメン法という製法をご紹介したんですけど、そのローメン法を使って、まあ、他のハード系、いろんなハード系作れますよっていう感じの動画になってます。ローメンはしっかり室温で発酵させてから冷蔵庫で一晩寝かせます。でこちらが発酵済みのローメンで、本郷根の材料こちらで、まあ、混ざりやすいようにローメンをちぎってます。で赤ワインと水ですね。これは、はい、材料全部混ぜたら、混ぜていきます。で、今回カンパーニュなのでハード系なんですけど、ちょっとバターを入れる配合にしてます。ハード系なので、まあ、バター入れちゃうとちょっと違う気もするんですが、やっぱりパン生地にバターとか油脂入れてあげると、やっぱ膨らみ方がだいぶ変わってくるので、入れてあげた方がしっかり膨らむので、まあ入れる方がいいかなと。まあパンの種類にもよるんですけど、量的にはほんとちょっとですね。はい、ひたすらこねていきます。でボウルの中でもこの配合だったら多分こね切れるので、台に出したりするとちょっと大変なので、ボウルの中でこね切っちゃいます。はい、で生地は、まあ、まだボソボソなんですよ。ボソボソなんですけど、パンチを打つので、まあ、これぐらいでくるみとレーズンを入れてっちゃいます。レーズンは、赤ワインで一晩つけてます。でくるみはローストしてますね。200度で5分ぐらいローストしてます。結構パンってこういうの全処理があって、まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいんですけど、ただくるみやっぱローストしたのを使うと生地にも香りがしっかり移ってくれるので、ローストはやっぱした方が美味しいですし、レーズンも一晩ぐらいつけないと味が染み込まないので、うんって感じですね。はい、したら45分発酵させます。したら粉まいて、もうパンチですね。本当パンチ本当大事ですね。ハード系はやっぱりパンチしてなんぼみたいな、パンチしないと逆に膨らまないじゃんみたいな感じなので、非常に大事な工程なんじゃないかなと思います。まあ、手間なんですけど、あれやっぱちゃんと膨らまないと美味しくならないので、パンって特にハード系は、なのでパンチをします。でまた30度で45分発酵させていきます。で発酵が終わったら一応のフィンガーチェックをして、良さげたので分割をしていきます。分割というか半分こするだけなんですけど、一応2個分の量で仕込んでますので、軽く丸めて、でナマコ型にしたいのでこんな感じですね。で、まあ、ベンチタイム取ってる間に発酵かごにライ麦粉振ってます。でベンチタイム終わったら成形をしましょう。ガスを抜いて、でガスを抜くって生地を何だろう、ぺちゃんこにすることじゃないので、押さえてガスを出してあげるっていうイメージですね。でまあくるくるっと巻いただけの成形です。で閉じ目を閉じまして、カゴに移していきます。はい、この発酵カゴは、一応コッタさんで買ったんですけど、ちょっとちっちゃくて、なんかちょっとちっちゃいなっていう感じです。はい、それで最終発酵を取ったらクーポン入れて焼いていきます。オーブンはもうあらかじめ予熱して、スチーム針でこんな感じで焼き上がります。はい、ご視聴ありがとうございました。ちょっと画面だとなんか自分が喋ってる感じなんですけど、アフレコでちょっと撮ってますね。まあ、焼き上がりこんな感じです。
赤ワインで仕込んでるので、やっぱ生地が赤いのが結構おしゃれじゃないかなと、個人的には思ってます。あとは、まあ、レーズン美味しいんですけど、個人的にはクルミの方が好きで、やっぱハード系とクルミの相性はバッチリかなと思います。まあ、このパンもちょっとなんかレシピコンテストがあって、それ用にちょっと作ってみたんですけど、まあ、よろしかったら作っていただけると嬉しいかなと思います。ローメン法本当便利なので、特にハード系にはぴったりな製法なんですよね。まあ、ハード系ってどうしても膨らみづらいので、まあ、そこをローメン法で、まあ、膨らみやすくしてあげるっていう形でいろいろ応用できると思いますので、ぜひ、やっていただけるとありがたいかなと思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。